ゴー,ゴート族、ゴート族、ゴート族、または、は、古代ゲルマン系の民族で、東ゲルマン系に分類される、ドイツ平原の民族。ゴットランドからウクライナに移動した後、いわゆる、ゲルマン民族の大移動によって、イタリア半島やイベリア半島に王国を築いた。ローマ帝国の軍勢と戦い、壊滅的打撃を与えたことも、ある盛況な軍を持った民族である。また、 ゲルマン系の中では、早くからローマ帝国の文化を取り入れて、独自のルーン文字を残したほか、ローマ軍に傭兵として雇われるなど、後期のローマ帝国の歴史において大きな役割を担った。550年頃に、アリウス派僧侶のローマ帝国官僚で、ゴート人についての歴史家でもあったが、東ゴート王国の学者カシオドルスの著書を要約して表した、書、ゴート人の によれば、コート族は、スカンディナビア島を発祥とする民族で、ベーリヒ、王、ベーリクの地勢に、バルト海を渡り、当時バンダル族、ルジー、が住んでいた、ゲルマニア、ゲンドイツ及びポーランド・ビスワ川、川口域一帯に到達。その土地、ゲンポーランドのグダニスク一帯の東ポメラニア地方を、ゴティスカンツァと呼び、バンダル族の支配地を、次々と平定したと記述されている。 ゴート族の起源は19世紀から議論されているが、ヨルダネスの伝えるスカンディナビア起源は現在では否定的に受け止められている。スカンディナビア南部はゴートランド、イエータランドと呼ばれてはいるが、スカンディナビア半島でゴート族と結びつけられる痕跡は、ゲルマニア一帯の住民が残したストーンサークルいわゆるクルガンと類似するものが、 スカンディナビアでも発掘されているという程度である。ストーンサークルは、オクシビエ文化や小規ビエルバルク文化、B1 ビット期、1世紀中期の地では形成されておらず、コート族がプシェボルスク文化の影響を強く受けるようになった2世紀小期、B2 期から一定期間にのみ認められる。もともとスカンディナビアで、ストーンサークルが発生したというのであれば、 オクシビエ文化や初期ビエルバルク文化の段階から認められなければ矛盾が生じる。また、クラウディオスプトレマイオスが表したジオグロフィア、地理学によれば、スカンディナビアに、ゴート族の名称によく似る豪体、豪体が住むことが確認されるが、ゲオグラフィアに記載されている彼らの居留域と、ストーンサークルの分布は一致しない。このように、スカンディナビア起源は、考古学的立証が、 難しく、さらにランゴバルト族のような他のゲルマン系民族にも同じ伝説があることから、単に名前の響きが似た、別々の系統の部族だという可能性が高く、ゴート族に関しては、スカンディナビア起源は、文史されている。一世紀末、97年から98年頃に成立したとされるタキトゥスのゲルマーニアには、バンダル族と思われる、ルギー族、ルーク族、 ルジーの土地、すなわち、プシェボルスク文化の領域寄り方に、ゴート族、ゴートネスが居留するとの記載が見られ、大勢のもとにまとまっていることも知られている。これは、南のプシェボルスク文化と北のオクシビエ文化、および草木ビエルバル文化の位置関係に合致している。ヨルダネスの記述によれば、彼らは、ガダリックの子、フィリメル王、ベイリッヒ王から数えて5代目の王の時代に、 ゴティスカンツァを離れ、国会沿岸部のスキティアにたどり着いた。ゴート族のビスワ川から国会一体への移動については、1945年以降、原宝ランド北部のビエルバルク文化と国会北方のチェルニャヒーユ文化をよが発見され、その歴史をある程度追跡できるようになった。これらのどの文化もゴート族だけのものではないが、ゴート族、 およびゲピーダエ族の文化も装飾品の類似性からそこに含まれていると考えられる。特にビエルバルク文化とキエフ文化においては政治的にゴート族が主導的立場にあったと考えられている。ビエルバルク文化はポメラニアカラビスは川下流域で一世紀中期にはすでに形成されていた文化で成立当初は現在のポモージェ県バルミアマズー類県西部一帯において見られる。 このビエルバルク文化は、前2世紀頃、原ポモ事件で発生した、オクシビエ文化から発展したもので、このオクシビエ文化こそ、この地方の人々が、ゴート族としてまとまった時代の最初期の家であると、推定される。150年頃、ゲルマニアのビスワ川東岸地方では、考古学的にこの文化の著しい変化が認められて、おり、ビエルバルク文化は、 元来バンダル族の定住地であったビスは、川域平原のうち、ビスは川東岸一帯を伝って原ポーランド南部に領域を拡大している。墓地などの遺跡からは、この東岸地域でコート族は土地のプロとスラブ人諸部族を必ずしも排斥せず、武力平定を強調するヨルダネスの記述に反して、両グループは特に争うこともなく混中していたことが明らかになっており、 オクシビエ文化と東岸プシェボルスク文化が融合した結果としてベルバルク文化が形成されたことがうがわれる。これはマルコマンに戦争においてゴート族とバンダル族が同盟していたというローマの記述と一致しており一方ヨルダネスの記述とは矛盾している。このような動きはその後も一世紀ほど続き220年頃までにはゲンマゾフシェ県、ゲンルブリン県 ゲンポトカルパチェ県一帯とゲンウクライナ北部に到達した。この南下にこうしてバンダル族の文化と考えられるプシェボルスク文化も同時期にあたかも競うように南下している。300年頃には両文化ともゲンウクライナ南部にまで拡大するが一方でビエルバルク文化のビスワーカワシモ流域では出土品の減少から人口がかなり減少したと考えられ彼らが ポメラニア地方の古地を捨てたことを示している。この頃、ゴート族によるローマ帝国への最初の攻撃が知られている。以後、彼らは、ダキア、モエシアに、幾度となく、侵攻を繰り返し、241年にはに現れて、保証金をせしめることに成功しているが、皇帝フィリップス・アラブスによって撃退された。しかし、五十一年、ニコポリスを包囲していた、ート族は、 撃退に当たったローマ軍を壊滅させると、フィリッポポリスを陥落させ、さらに迎撃に当たった皇帝、デキウスをアブリックスの戦いで廃止させるなど、ローマ帝国を苦しめることもあった。コート族の南下と定住は、クラウディウス・ゴティクス・ミカドとのナイススの戦いでの、大敗と271年にアウレリアヌス・ミカドが、ダキア族衆を割場することによって停止するが、それまでに、 国会東岸のトラペズス、ビザンティウム、ニコメディア、エフェソス、テッサロニキ、ロドス島、キプロス島などの諸都市を攻撃している。これらのことから、ゴート族が原ポーランド、ボモー事件で、オクシビエ文化により発生して、プシェボルスク文化のビスワ川東岸地方の土地の文化の影響を受けながら、ビエルバルク文化段階に発展しつつ、国会沿岸部へ移動し、当地で、 セルギャヒーユ文化の影響を受けての段階へ移行したことはほぼ確実である。しかし、ヨルダネスの記述にあるように一応の世代でなされたものではなく、また各文化それぞれの特質から見られるように、ゴート族の大移動は、ゴート族のかスラブ人の部族やサルマタイ人の部族などいくつかの部族が融合して行われたものらしい。 なぜ彼らが移動したのかという理由については確定していないが東ポメラニア地方という大半が砂地で土地が肥翼でない一帯に発展した奥シビエ文化時代からその主な制業が土地に根付いた産業であるところの農業ではなく遠方へ出かけて交易を行い食料や生活必需品を手に入れてくる小取引であったことから南下した方が 国会沿岸の経済的に豊かな地方との交易に有利だという考えがあったことが第一に推測さる。なお、ゴート族が原ポーランドのポモージュ県に住んでいた以前にはスカンディナビア半島にいたという推測についてはまだ証拠が見つかっていない。近世からのいわゆるゴート起源説はスカンディナビア半島の南部一帯にゴートと似たような名称が見られたこと、特に ゴトランド島の名称から、ゴート族は、ゴトランド島から発生して、スカンディナビア半島に渡り、その後ゲルマニアへと向かったとする説をもとにした、ロマン主義的伝説に過ぎない。この仮説は20世紀に入っても、まことしやかに伝えられ、当時の考古学会では、ゲルマン民族主義的な先入感が支配しこれがほぼ、定説化していた。しかしこの仮説を裏付ける。 考古学的証拠は未だ一切見つかっておらず、反対にこれまで発見された遺跡はことごとく、ポーランドのゴート族の文化とスカンディナビアの文化が、かなり、異なことばかりを示している。しかも、オクシビエ文化は、ドイツ製北部に発展し、ゲルマンゴ派の成立に決定的だと見られている、ヤストルフ文化の一部が闘進し、イリュリア、ゲンスラブ系文化である、 ポメラニア文化圏のバルト海沿岸地域の地方文化と融合した結果成立したものであり、当時のスカンディナビア地方の文化、ハウス・エルンス・カルチャーからの強い影響は見られない。チェルニアヒーー文化は4世紀のカルパティア山脈東部から国海北方において見られる文化である。一部の墓地からビエル・バルク文化で発見されたものとほとんど同じ装飾品が出土している。 スラブ人の埋葬形式の特徴とその他の人々が一般的に行っていた埋葬形式の特徴とが並存していること、特に副葬品に武器が見当たらないことなども共通する。チェルニアヒー文化は一部でビエルバルク文化と互いに影響し混合したと考えられ、その地域はに発展している。チェルニアヒー文化にもその合度的な色彩を持つ一形態といえるキエ文化にも ローマやギリシアの文化からの影響が見られる。ただし、ビエルバルク文化の担い手全てが一軍となって、国会まで移動したわけではなく、あくまで国会沿岸部まで移動してきたグルーのみが、キエフ文化の発展に影響したらしい。キエフ文化の中心的な地域について、ヨルダネスはコート族のとある部族の長である人物によって、小規模なコート族国家、オユム王国。 ゴスキングダムオブイムが成立したとしている。実際に、このキエフ文化の地域が、ゴート族の国会沿岸地方進出の足掛かりになっている。チェルニアヒーユー文化は、もともと大規模な穀物栽培を中心とした農耕と、河川を運搬手段として用いた農産物輸出を主体していたが、国会北方はゲンスラブ人である農耕、スキタイのチェルノレス文化時代から、 スキタイ人やギリシア人へ同じように盛んに穀物を輸出していた大国層地帯であり、チェルノーゼム、国土が広がる肥沃な土地であった。良質な陶器が作成されており、ローマ帝国と大規模な小取引も行っていた。遺跡からは、ローマの貨幣が大量に見つかることもある上、ローマから輸入された品も見つかっている。チェルニアヒーウ文化文化は、 スラブ人とサルマタイ人の混合文化と考えられ、ゴート族固有のものではない。遠方からやってきて異質な文化を持つゴート族は、その中でも独特の存在だったことは各で、ローマ帝国に近く、ゴート族なんかの道筋にあたる西部では、ギリシア文字とラテン文字に影響を受けて、独自のルーン文字、ゴート語を完成させ、百四十年頃には、司教ウルフィラによって、 ゴート語訳聖書が表されている。ヨルダネスによれば、カルパティア山脈からドン川に至る南ロシア一帯に、居留した、ゴート族は、エルマナリク王の第二王国を築いた。エルマナリクは、後に、東ゴート王国を起こすアマルケの祖と言われているが、この当時のゴート族の王国については、記録が少ないために判然としない。ただ、ローマ帝国のような国家機構があったわけでも、 国境というものの意識もなかったようである。ヨルダネスによれば、この時すでにドニエストル川からドン川の平原を占有していたグルツギアウストロゴティとカルパティア山脈からドニエプル川一帯にかけて、居留したテルビンギウィシゴティに分裂していたことが伺える。それぞれ、東ゴート族、西ゴート族とされるが、これらが直接的に後の東ゴート王国。 西ゴート王国を打ち立てたグループに分かれたわけではないようである。例えば、詩人クラウディアヌスはフリギアに侵入したゴート族について、グルツンギを含んだ東ゴート族と説明し、グルツンギと東ゴート族をはっきり違うものと認識している。4世紀までに確認されるゴート族は、西ゴート系として3グループ、東ゴート系として2グループ、所属不明なものとして7グループ、 つまり12の勢力が確認される。このうち、テルビンギウイシゴキとして2つのグループが急行し、その他は、クルツンギアウストロゴキとして、ゴート族以外の民も含め、エルマナリクを王とする、ユル連合勢力を形成してたと考えられる。ただし、エルマナリクは、ヨルガネスが述べているような全ゴート族の王、というわけではない。考古学的には、チャルニャコボ文化には、 少なくとも六つの大きな集落が発掘されており、それぞれに王内氏はそれに近い権力者がいたと考えられる。エルマナリクはそのいくつかの集団の中で特に強力な人物であったか、あるいは実際にかなりの集団を制していたのかもしれない。マルケリヌスによれば、東方から襲来したフン族は三百七十年前後にカスピ海からドン川に至る地域に住んでいたアラニ族を 破り、東ゴート族の支配領域に到達した。バルアミール在位360年から378年と呼ばれる王に引きられた、フン族の襲来によって、東ゴートの王エルマナリクは自殺してしまったとされる。376年に、東ゴートの王権をエルマナリクから継いだは、兵士を再編成して、フン族の先法となったアラニ族に抵抗したが、 えらく川のほとりで廃止。彼の維持ビデリックはバラミールに屈服し、東ゴート族は大部分が粉族の勢力に併合された。粉族による東ゴート族への攻撃は、チェルニャヒーウーブか、特にそのうちの一形態であるの痕跡に見ることができる。その侵略は凄まじく、建物はほとんどが火に焼かれており、以後、 社会生活が一掃されているところを見ると、土着民族を徹底的に殺戮もしくは奴隷化したと考えられる。これについては5世紀初期の歴史家も、ゴート族は粉族に死滅させられ、残ったものも類のない残虐な方法で処刑されたと述べている。東ゴート族の画界を目の当たりにした西ゴート族の王は民族を西方に移動させることを決意した。 西郷土族は二つの勢力に分かれ、一部派とに引きられて、ローマ帝国の庇護を求めるためにドナ川国境線に向かった。他方、アタナリックに引きられた西郷土族は、トランシルバニアに交代するため、ドニエストル川の陣営に駐屯した。彼は、噴族紹介のためにムンデリック引きる文献隊をドニエストル川東部に派遣させたが、噴族はこれを包囲するとともに、 アタナリック率いる本体を攻撃し、これを崩壊させた。このため、アタナリック指揮下の西郷土族も多くが、ローマ帝国領内へ避難するため国境線のドナウ川に避難した。噴族によって西方に追いやられた西郷土族は、376年、ローマ帝国の北東の国境線であるドナウ川を渡り、ローマの保護を求めた。西郷土族は、 フリティゲルンの勢力に組み込まれ、2年にわたって、ローマ領、バルカン半島北部に居留したが、ローマ帝国のゴート族の扱いはひどいものであったため、ゴート族は反乱を起こしたゴート戦争。378年8月9日、ゴート族はハドリアノポリス近郊で、ローマ帝国の聖帝ワーレンスを破って殺害、ハドリアノポリスの戦いし、さらにこの時、 ローマ兵の三分の二を殺害した。はこれについて、ローマ軍は影のごとく消えたと述べている。この戦いの後、東西ローマ帝国は蛮族の侵入や反乱に悩まされた。カッパドキアの境界師やが侵入したフン族によってシリア、キリキアが壊滅したことを述べている。しかし、移民族の侵入に悩まされていた東西、ローマ帝国は、 フン族の傭兵を積極的に雇い入れ、反乱や他民族の鎮圧に当たった。これは、ある程度の成功を収めており、東ローマ帝国の執政官や軍司令官スティリコは、彼らを身辺警護に使ったほか、蛮族を排除する軍隊として動員した。ローマ帝国と不安定ながら良好な関係を形成したフン族は、四百十年頃までに、 ドナウ川中流部にまで勢力圏を拡大させた。このため、これに押し出される形で、西ゴート族も西に移動し、ドナウ川を渡って、アルプスを越え、イタリア半島に侵入した。アラリック一世率いる西ゴート族は、401年、イタリアの西ローマ帝国軍と戦い、バンダル族出身の将軍スティリコに敗れる。406年、 アラリック一世敗下の率いる西郷ト族の一派が再びイタリアに侵入し8月23日フィレンツェ近郊のフィエーゾレ付近でスティルコに仕えたフン族の王ウルディンに殲滅させられている408年11月にも今度はアタウルフ率いる西郷ト族が侵入西ローマ帝国の首相率いるフン族混成部隊に敗れたとはいえ このような度重なるゲルマン民族の侵入により西ローマ帝国は弱体、さらに将軍スティリコが暴殺されたため、四百十年、ついにアラリック一世はローマにまで進軍し、これを陥落させたローマ略奪。この動きによって、ドナウ川のローマ守備隊は手薄になり、ブルグント族、アラマン二族、スエビ族など、他のゲルマン人も、粉族の支配を逃れて一世にドナウ川を、 渡り始めた。ゴートにまつわる言葉として、ルネサンス時代に野蛮なという意味で用いられ始めた、ゴシック、ゴート風のガール。16から17世紀のスウェーデンでは、ゴート族は自国を出自とする民族であるという伝説、ゴート起源説が盛んに唱えられ、そのゴート族、バンダル族を含むが、ヨーロッパ、アジア、アフリカを支配し、スウェーデン人が、 ゴート族の末裔であるという俗説が捏造された。この俗説は17世紀のスウェーデンによる30年戦争介入の動機となった。なお、イエーテボリワの作った町であり、ギート族はゴート族と名称が似ており、互いに交易はあったようではあるが出自から言えば無関係の部族である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。